調査を行ったのは京都被爆二世三世の会、神奈川県在住の被爆二世森川誠司さんが実際に体験してきた健康障害を46項目リストアップし、同様の経験があるかを尋ねるアンケートを実施しました。ここまで掘り下げているっていうのは初めてであると言い切っても過言ではないと思います。回答したのは全国102人の被爆二世、このうち健康障害を訴えたのは70人でした。小さい頃からの虚弱や怪我の治りにくさ、腹痛を伴う下痢など小さい頃から続く日常的な体調不良を訴える人が目立ちます。よくがんですとか症状に焦点を当てた調査活動が一般的には多いと思うんですが、なかなかそこの範疇に入らない、でも本当に深刻な病気といいますかね、健康障害というのが実はたくさんあるんだ。一方、被爆者が健康管理手当を受給する要件となっている11の障害についても、10の障害について最大18人が罹患経験があると回答。そして10人の被爆2世が兄弟姉妹の死産や流産を経験したと回答しました。さらに9人は自分自身または妻が流産を経験していました。こう話している私もですね、母からの話ではもう3歳までの間に 2、3回ぐらいはですね、視線をさまよった、そういうものを、くぐり抜けてこなければならなかったということですね。同じような体験をしていないのかと、しているのではないかということを、点検できるような状態というのをぜひ、作っていきたいなと。被爆2世は全国に推計30万人から50万人。調査を行った被爆2世は今回の結果をもとに今月7日厚労省に対し2世の健康実態を訴え、援護施策を求める統一交渉を行う予定です。